ラポールを作れるかどうかこれが子育ての鍵ですそういうことですよねはいこんにちはライフスキル教育講演家のミスターオカチです今日も来てくれてありがとうございます今日のテーマは「知らないと損する子どもが成長する親の関わり方」です7年前にライフスキルの学校を立ち上げて これまで1万人以上の子供たちと関わってきましたその経験の中でぐんぐん成長していく子供の親にはいくつか共通点があったんです今回はその中から子供コーチのプロとして厳選して5つを紹介したいと思います子供を伸ばす自分らしい子育てを見つけるきっかけになれば嬉しいです このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さんそして子供の教育に関わる方に向けて子供のやり抜く力を伸ばすことにフォーカスした動画を配信しています興味がある方は最新動画を見つけやすくするために赤いチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録をよろしくお願いしますあとインスタでも発信しておりますのでそちらもご登録いただけたら幸いです それでは早速紹介しましょう。子供がぐんぐん成長する親の関わり方5。5つですね。まず1つ目、いつもご機嫌。2つ目、無条件に信じる。3つ目、ラポールを気づく。4つ目、楽しいを与えない。5つ目、自分の人生を生きる。1、いつもご機嫌。 ママがご機嫌だと子供もご機嫌になります。これはもう子育てだけじゃなくてもう人間関係、対人関係も人生すべてのことにおいて言えることやと思うんですけど自分がご機嫌になること以上に大事なことはないと思うんですよ。やっぱ不機嫌になったら力が湧いてこないし怒りっぽくなる。そして心にゆとりがなくなってちょっとのことで悲しくなったりちょっとのことでムカついたりする。 そうなんです。で、そういう風になっていくと、お子さんが常にお母さんの顔色を伺ったりとか、今何考えてるんだろうお母さん怒ってるのかな僕のこと嫌いなのかなって、そんな気持ちになっちゃうんです。そうすると、自分の気持ちというよりも、お母さんの方にフォーカスしてしまって、自分を肯定する自己肯定感が備わっていきません。でもですよ、お母さんがご機嫌やったら、そのご機嫌のエネルギーとか、その き、気の循環っていうのが子供にも自然に伝わるんです。その脳のな神経回路にミラーニューロンっていうシステムがあって、それっていうのは怒ってる人を見たら怒りっぽくなったり、泣いてる人を見たら悲しくなる、笑ってる人を見たら笑顔になるって、そういう神経回路が人間には組み込まれているようです。そういうところから考えるとも、考えると、お母さんがやっぱご機嫌やったら、子供もご機嫌になるんです。 ですので、もう自分がご機嫌になることっていうのがもう一番大事なことかなと。それも子育てだけじゃなくて、その人間関係全てのことにおいて大事なことやなっていうのが僕の意見です。で、ここで注意していただきたいのは、いつもご機嫌っていうのは、無理やりポジティブシンキングに変える、無理やり前向きになるっていうことではないんですよ。悲しいのに我慢して笑う。 怒ってるのに無理して笑顔になる。そういうことではないんです。いつもご機嫌になるっていうのは自然な状態でご機嫌になるということ。そのように悲しみとか怒りとかを自分の中で我慢したり抑圧していくとその真っ黒の気持ちっていうのが どんどん蓄積されていって、どんどん身動きが取れなくなるんです。体が重くなって、自然に笑えなくなってくるんです。で、そういうのって子供ってめちゃくちゃわかるんですよ。言ってる言葉とか、目に見せてる表情だけじゃなくて、お母さんって本当はどう考えてるのかな内心どんな気持ちなのかなって読み取るんです。そう。本当の気持ちを読み取る天才なんです。だからバレちゃうんです。作りや、笑顔していても。 だから、自然な状態でご機嫌になると。無理してご機嫌を作るんじゃなくて、自然にご機嫌になるということが大切なんです。ご機嫌になるための方法ってもう山ほどあるんですけども、今回は3つだけご紹介させていただきます。えー、っと、まず1つ目。やりたいことリストを作るということです。そのやりたいことっていうのは、ママが、お母さん自身、お父さん自身がやりたいことは一体何なんだろうっていうのをリストに書いてください。 できれば100個。100個を目指して、栄養の紙でもスケッチブックでも何でもいいです。紙とペンを取って、ひたすら書いてください。自分が叶えたい夢、目標、欲しいもの、行きたい場所、どんなことでもいいです。それをたくさん書いてください。そしてそれが終わったら、それをできることから実現させてください。もう簡単なことからでいいです。まあ、例えば、水を飲みたい。水を飲む。これでもいいです。カレーライス食べたい。じゃあ、昼、昼。 今日の昼はカレーライスを食べる。こんなんでもいいんです。時計が欲しい。じゃあ次、この1ヶ月頑張って時計を買うぞ。こんなんでもいいんです。どんなんでもいいんで、叶えられることからたくさん叶えていくということです。あの、質というよりも量ですね。数が大事なんです。 そうやって自分のやりたいこと、願望を叶えていくことで、あ、私って願いを叶えてもいいんだ。叶えれる存在なんだっていうふうに、自分の気分はどんどん良くなっていくし、自分ができるっていう自己肯定感も上がっていくんです。で、お母さん自身の自己肯定感が上がると、それはそのまま子供の自己肯定感を上げることにもつながっていきます。ですので、まずは自分のやりたいことリストを作り、そしてその中で叶えたいこと、えー、叶えられることから、もう、 どんどん叶えていきましょう。これが一つ目です。二つ目。もやもやを言語化する。これ大事なんです。もやもやとかイライラとかなんかこう違和感っていうのは時間が解決してくれないんですよ。 それをほっといたり、マスクしたり、見ないようにしてたら、そいつっていうのはどんどん体の中で大きくなっていって、で、身動きが取れなくなるんですよ。本当に。体に力が入らなくなる。どんどん笑えなくなって、どんどん楽しいっていう感情が出てこない。っていうか、自分の気持ちに自分自身がわからなくなってくるんですよ。だから、もやもやとか違和感に気づいたら、その瞬間にちょっと立ち止まって、それを言語化する。言葉にするということがとても大事なんです。もやもやしてる。 このもやもや一体何なんだと。何が起こったんだ。それ何が起こって私はどういう気持ちになってるんだ。ちょっと考えてみて。あ、分かった。一生懸命料理を作ったのに、その料理に対して文句ばかり子供が言ってる。それに対して悲しい気持ちになっているんだ。とか、時間通りに帰ってきてねってちゃんと約束したのに、その約束を平気で破る。その 態度に腹が立っているんだ。こんな感じで何をされたこと、どんな状況、どんな出来事に対して私はどんな気持ちになったのか、この二つを明らかにしてください。で、それを明らかにするだけでもだいぶスッキリすると思います。で、もっといい方法が、その気持ちっていうのを相手に伝えるということです。これ、この時に使うのがアイメッセージです。私を主語にして自分の気持ちを伝える。その逆は言うメッセージですね。 あなたを主語にして時間通りに帰ってきなさい、えー、ご飯をちゃんと食べなさいちゃんと宿題しなさいこれは言うメッセージですねあなたを主語にして命令しているこの言うメッセージで伝えると相手も反発していきますですのでちゃんと話を聞いてもらえないってことがあるのでちゃんと私を主語にして私の気持ちを相手に伝える例えば一生懸命料理を作ったのに 文句ばかり言われて、私は悲しいの。時間通りに帰ってくると約束したのに、ちゃんと帰ってきてくれなくて、心配したの。というように、ちゃんと自分の気持ちを本音で伝える。で、それを対して、相手がどうするのかっていうのは、相手が、そういうね、受け取る相手次第なので、その自分の気持ちをまずは伝える。その願いが聞き入れられるかどうかっていうのはまた置いといて。 伝えるだけでも、もやもやとか違和感っていうのはスッキリすると思います。で、もやもやとか違和感がスーッと体から出ていくと、気分が上がってご機嫌になっていくんです。三つ目一日5分 !5 分でもいいので、自分のために、自分の大好きなことをするっていうこと。その大好きなことをする時間を作るということです。で、その5分は、もう本当に自分のために使ってください。もう他のこと。 家族のこと子供のこととか一切気にせずに自分の気分が良くなること気分が良くなる音楽気分が良くなるんやろうろう、あのー、ろうそくみたいないい匂いが出てくるやつとかね気分が良くなるお菓子とかどんなことでもいいです自分の気分を上げるためだけにその5分を使ってくださいでこのような3つのことを試していくと自分の気分がねグーッと上がっていくし自分の気分を悪くする原因っていうのがスッと体から出ていきますそうすると自然にご機嫌な状態にな 自然に笑えてそのご機嫌な状態が子供にも伝わりそして安心感を与えることであ子供の安全基地になることができるということなんですそうママのご機嫌はそのまま子供のご機嫌になっていきます 2, 2無条件に信じるそうなんです信じることが子供の勇気に変わります親が子供のことをどのように思っているのか その思っている通りに子供は育つ。これは心理学でいうとピグマリオンの法則って言われてます。そうなんです。内心思っていること、その期待とか考えっていうのを子供が読み取って、それ通りに育っていくんです。言葉では失敗しても大丈夫よとか、負けてもいいさって言っていたとしても、絶対失敗したらあかんで、負けたら許さんぞ。 っていうふうに内心で思ってたら言葉よりもその内心の方を子供が読み取って失敗するのが怖いってなってすなってしまいますし絶対100点取らないとっていう気持ちになってしまいそれがプレッシャーになって自分のパフォーマンスが出せなかったりします逆に100点を取ってすごいね優勝できたことお母さんは誇りに思うわこんな感じで結果が出た時だけ褒めていると裏のメッセージで じゃあ、100点取れなかったら、ダメなのかな優勝できなかったら、お母さんに嫌われるのかなっていう風になってしまって、お母さんの顔色を伺い、常に自分が成功することだけしか挑戦できなくなるんです。失敗を恐れてしまうんです。ですので、結果が出た時とか、〇〇をしてくれた時だけ褒めるのではなくて、無条件に、 その子の存在自身を褒める、承認する、受け止める、そして信じるということ。この姿勢が大事です。やればできる。この子は頑張れる子なんだ。だから大丈夫なんだって。心をそこから信じるんです。今、たとえ失敗しても、100点取れなかったとしても、 あの、言うことを聞かなかったとしてもです。今のパフォーマンスが目に見える形で出ていなかったとしても、その子自身ができる子なんだっていうふうに信じるということ。そうです。心配するんじゃないんです。信頼するんです。心配して、口出しして、介入して、助けると、お母さんは僕のことを信じてくれていないんだって、そんな気持ちになります。任せたのなら、口出ししない。 任せたのなら、信頼して、任せる。たとえどんな結果が出たとしても、その結果から子供は学んでいきます。ですので、心配ではなく、信頼する。無条件に、信じる。三、ラポールを築く。子供の安全基地になりましょう。断言できます。もう子供との関わりにおいて、最も大切なこと。それは、 信頼関係です。もう信頼関係を築くということなんです。もうだって、信頼していない人の言葉って入ってこないですよね、頭に。で、胸にも響かないんですよ。で、そもそも聞こうってしないんですよ。右から左に流れていく、そんな感じ。で、信頼しできる人が近くにいなかったら、 やっぱり心って不安定になるんですよね。その人にとって、その子にとっての安全基地がないんですよ。安全基地がないから、その、誰かに承認してもらおう、誰かと関係を結ぼうっていう、そっちの方ばっかり目がいって、 で自分の気持ちっていうのはないがしろにされたりとかなんかちょっとこう成功できへんな失敗するなって思うことには一歩踏み出せなかったりするんですだからその安全基地を作るためにも子供と親と信頼関係を結ぶということこれがめちゃくちゃ大事なんですそう何を言うのかとかいろんな子育てのハウツーはありますでそこで学んだことを試すことも大事なんですけどそれ以上にどういう関係を作るのかと いうことなんです。信頼関係さえできていれば逆に言えばどんなことを言ってもちゃんと子供にはその愛は伝わると思うんですよ。このように安心安全な信頼関係ができている状態のことをコーチングではラポールと言います。で、今回はその子供とラポールを形成するために大事なことを厳選してよりすぐって3つ紹介したいなと思ってます。 一つ目。体全体で聞く。そう、耳だけじゃないんです。もう体全部使いましょう。もうやってる作業もやめて、膝を向けて体を相手に向ける。そして、あなたの話を聞いてますよっていうのを、言葉だけじゃなくて、あ、こう、うなずいたり、ふんふんふんって合図を打ったり、スキンシップをしながら話していいよっていう、その安心して話せる。そんな環境を作りましょう。二つ目。 ジャッジをせずに、最後まで聞く。これなんです。これ難しいですよね。子供の話聞いてたら、それあんたが悪いやん。あんたが準備せんかったからやん。って言いたくなったり、頭の中へ出てくるんですね。そんな言葉。で、ついつい口出ししたり、えー、子供の話を遮って、あのー、自分の意見を言ってしまったり、そんなこともあると思うんです。でも、大事なことは、最後まで聞く。評価をしない。 で、そこで評価をしてしまうと、お母さんに評価をされるいいことしか言わなくなるんです。本当に思ってる不安な気持ち、恐れ、心配、そういう気持ちを言わなくなるんですよ。評価をすると。で、安心安全な場所が作れない。たとえそこでどんなことを言ったとしても、お母さん、そしてお父さん、私はあなたのことを味方な、味方になんだよ。あなたの味方なんですよ。評価しないよ。 裁判官のように有罪って判決しないよっていうことなんです。味方なんだよっていうのを示す。そのためには最後まで聞いてジャッジをしない。白黒つけないということ。これ大事です。三つ目。子供の気持ちを映し出す鏡になりましょう。 で子供ってね、いやもう子供だけじゃなくて大人もそうだと思うんですけど、自分の感情とか気持ちとかもやもやっていうのを、なんかこう言葉にできなくて、一体これは何なんだってわからないけど、なんかこうもやもやするって、そんなことがあると思うんです。やっぱりこうもやもやしてる状態やったらそ、その状態でいろんなアドバイスとか助言とかもらっても、頭で考えられないんですよ。だから、未来に向けて一歩踏み出す。具体的な解決策を考える。 そういうことをする一歩前に、子供のモヤモヤを体から、そして心の器から吐き出させる。そういう手助けをすることが大事なんです。で、そのためには鏡になるんです。子供が言ってる言葉をそのままオウム返しをしたりとか、その子、子供が言ってる言葉の裏にある気持ちを言葉にしてあげる。っていうことなんです。一つケーススタディを見ていきましょう。もうあんな学校なんか絶対に行かない 学校のこと嫌いになったのね。違うよ藤先生が嫌なんだ前田にドラムをやらせて、僕には笛をやれって言うんだあなたはドラムがやりたかったのね。だから僕は前田を殴ったんだよ先生がエコひいきしてると思ってるのかな絶対にそうだよどうして僕がドラムをやったらあかんねん前田くんがドラムで、あなたが笛を吹くことになった理由がわからないんだね。そうだよ それで学校に行くのが嫌になったのうん、そうなんだこのような形で子供の鏡になってオウむがいしをしたり、そして子供の気持ちを言語化してあげる。そういうプロセスの中で子供のこのほつれていた感情の糸がふすってほどかれて体から出ていき、じゃあ具体的にどうしたらいいのかっていう建設的な話し合いができるようになります。 はい。この三つのポイントを意識しながら子供の話を聞くと、子供が安心して話せれば安全だなっていう環境ができていって、ラポールを作ることができます。つまり、信頼関係を結べるようになるんです。ですので、話を聞くということを少しちょっと意識しながらできることから試していただければ幸いです。四つ目、楽しいを与えない。楽しいは、 自分で作る。もう以前こんなことがありました「おかち、もっと俺らを楽しませてやこれおもんない俺やらんわ」ですえってえ先生って子供を楽しませるためにいるんやっけってえじゃなくて楽しいを作る力を教えるためにいるんじゃないって思ったんですよ 今の時代ってそうじゃないですか。自分が動かなくても、ワンクリックで楽しいゲーム、楽しい世界がやってくる。だから自分が何か動く、何かを作らなくても動かなくても、勝手にやってくるんですよ。 でも、そんな環境で育っていたら、自分で楽しいを作る力は生み出されへんし、自分から動いて失敗してそこから学び取るっていう、そういう体験ができないんですよ。でも、これからの時代って、自分から動いて、どんどん新しい価値、新しいクリエイティブな商品っていうのを作っていかないと、生きていけないなと思ってるんです。だからこそ、楽しいを与えすぎない。 そう。楽しいを与えすぎない。楽しいは自分で作る。そんな体験を積ませてあげることがめちゃくちゃ大事やなっていうふうに思ってます。そのためには、やっぱり外での遊びとか自然の体験、自然での遊びっていうのがめちゃめちゃいいですね。もう外っていうのも何もないじゃないですか。 何もない中で子供たちと話し合って、じゃあまあ団子作ろうかと、団子作って、どっちが硬い団子を作れるか勝負しよう。こんなんでもええし、まあ隠れんも隠れるとこないよ。じゃあ、その隠れるとこないけれども、その中でどういうふうなゲームをしたら面白いかなっていうのを自分で考えてやってみるとか。 まあ山の音、川のせせらぎのんやろう音とか、まあ虫がいたわとか、その状態でなんか楽しいことないかなって、じゃあ気を集めて家を作ろうかとか、じゃあちょっとなんかでっかい船を作ってみて、ちょっと川に流してみようかとか、もう何もない環境の中で、ああでもない、こうでもないって友達と話し合いながら、力を合わせながら楽しいを生み出していく。 振り出していくそれがねめちゃくちゃ学びになるんです考える力想像する力対話する力コミュニケーションの能力失敗しても立ち上がる力未来を生き抜く力になっていくんですでそこで面白くなかったとしてもそれは子どもの責任です親が楽しませようってしないその子どもがその責任を学ぶチャンスなんでそのチャンスを奪わないだから楽しいを与えないということこれがとても大事です 楽しいは自分で作る。もしくは一緒に作るということ。それでは最後になります。実はこれを伝えたくてこの動画を撮りました。五つ目。自分が自分の人生を生きる。親が人生を最高に楽しむ。ライフスキューの学校を立ち上げて7年間。 子供のために大人ができることは何だろうって毎日考えていました。その中で思ったこと。それは、子供のために楽しいを作って与える。努力して楽しませる。子供のために自分のことを犠牲にする。そういうのではなくて、親自身が自分の人生を生きる。自分がやりたいことを見つけて、自分の時間の中で楽しいことをやる。 自分を我慢せず、犠牲にせず、自分で楽しいを作って、人生を最高に楽しむ。その姿を見せること。もうそれ以上に大事なことはないなっていうふうに思ってます。で、その姿を見ることで、あ、お母さんなんか楽しそう。僕も早く大人になりたいなって、お父さんの仕事いいね。僕もあんなや、あんなことやってみたいとか、あ、お父さんもお母さんも頑張ってるから、僕もやってみようっていうふうになって、自分の将来とか未来に希望が持てるんです。でその 希望があるから、未来に対する希望があるから、今、僕も頑張ってみようっていう、今一歩踏み出す力になるんです。ですので、子供のために、子供のために、子供のために、大事なんですけど、それ以上に、親自身が、自分自身が、自分の人生を生きましょう。親の人生は親のものです。で、子供の人生も、子供のものです。 子供が100点取れなくても、先生に怒られても、一等賞になれなくても、それは子供の責任です。子供が一番になれなかったから自分の子育てはダメだったんだ。親の私の価値はないんだ。そこは全然違います。そこはしっかりと線を引くことが大事なんです。そこは子供の課題であり、子供の責任であるっていうことですることで、子供自身が責任を持って生きる。そういう力がついていきます。で、 子供のために子供のためにっていうふうに期待を寄せ,寄せすぎたりプレッシャーを与えると子供は自分の気持ちよりもお母さんの気持ちお父さんの期待に応えるそんな子供に育っていくんですですのでしっかり子供の人生と親の人生を線を引いてで私は私の人生を楽しく生きるで子供は子供の人生うまくいってもうまくいかなかってもあなたの人生だということを伝える そして背中で見せるということ。それがめちゃくちゃ大事かなっていうふうに思っています。ですので、考えてみてください。これからの人生をどのように生きたいですかそのために今、そして今日できることは何ですか子供の成長のために親自身が人生を最高に楽しんでいきましょう。 はい。ということで、子供をぐんぐん伸ばす親の関わり方5つを紹介してきました。まとめです。まずは1つ目。いつもご機嫌。そう、お母さんがご機嫌だったら、子供をご機嫌になるんです。で、お,お母さんがご機嫌で、心にゆとりがあったら、ちょっとのことで怒らないし、ちょっとのことで、なんていうか、えっと、気にならないんです。 そう、そうすることで、子供自身が安心で安全な場所っていうのが作られていき、自分を肯定する力、そして一歩踏み出す勇気が育まれていきます。二つ目、無条件に信じる。この子はできる子、頑張れる子なんだ。大丈夫なんだって、無条件に信じる。その子の存在そのものを肯定するということ。これで、これが安心で安全な基地を作るポイントになります。三つ目、 ラポールを築く。安心で安全な信頼関係を結ぶために、子供の味方になって話を聞きましょう。四つ目、楽しいを与えない。楽しいは自分で作る。自分で作るそのプロセスの中で考える力、生み出す力、対話する力、チームワーク、これからの時代を生きていくための生き抜く力が育まれていきます。五つ目、自分が 自分の人生を生をきる最高に楽しむということ生きるということは楽しいことなんだ大人になることって素晴らしいことなんだよっていうことを背中で見せるそうすることで未来に対して希望が持て今を踏み出す力になります はい。ということで長くなりましたが、子供との関わり方における5つのポイントを紹介してきました。何か1つでも実践していただければ幸いです。で、実践していただいて、ちょっとでも変化があれば、コメント欄いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。幼児教育コンサルタントのてるさんも、幼児教育のプロという視点で子供との関わり方を解説してますので、そちらもおすすめです。 はい。ということで以上になります。少しでもためになった、勉強になった、なんか使えそうやなと思ったら、高評価ボタンを押していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。で、普段このミスターおかちのチャンネルでは、子育てを頑張るお父さん、お母さん、そして子供の教育のかに関わる方に向けて、やり抜く力を育てるためのノウハウ、そして情報を配信しています。よろしければ、チャンネル登録していただければ嬉しいです。 はい、ということで、えー、またお会いできることを楽しみにしていますさよならありがとうございましたバイバーイぐんぐん伸ばしていきましょう